河村さんはものすごく仕事が好きですが、もしかして勉強も好きでしたか？好きではないよ。勉強は別に好きではないですね。俺は別に仕事が好きなわけじゃなくて、自分が好きなことが好きなだけだから、勉強も自分が好きなやつだったら別に好きだけど、なんだろうな。現代文的なやつとか、まあ、数学物理とか、あとは、いやでもどっか特別好きってわけでもないんだよな。まあ普通にあとはね、絵描くとか体動かすとかも好きだったんで、まあそういう勉強は好きなんだけど、勉強が好きっていうかただそれが好きだからやってたってだけで、勉強だからなんとかなるってわけではないね。大体みんなそうじゃないの。好きなもの以外は頑張れないでしょ、普通。と思うんだけどな。まあでも好きなものじゃないでも頑張ってみんな生きてるっていう話ではあるから、私は楽をして生きてるなと常々思いますよ。まさかね、まさかまさかの30年間ぐらいずっと格ゲーだけやってね、生きていくとは思わなかったですからね。スト2に出会ってからというもの、格ゲーしかしてない。このまま格ゲーだけやって死んでいくんだろうなって強く思ってます。はい、っていう感じです。別にね、仕事が好きなわけでもないし、勉強が好きなわけでもない。格ゲーが好きなだけです。はい、お便りいただきありがとうございました。